新井高子は、日本のモデル、元アルティメット選手。大阪府出身。2012年度ミス、日本グランプリ受賞者。大阪大学大学健康、スポーツマネジメント学科卒業。ジップは、元プロ野球選手の新井博正。実施にスリーハーツ財団代表で2011年度同大会、ミス、日本ミス着物受賞者の新井敏恵がいる。大学時代、 2010年、全日本学生アルティメット選手権大会、準優勝に輝くなど、同種目第一戦で活躍。2012年ミス日本コンテストグランプリを受賞し、2011年後ミス、日本の年へとともに、姉妹での2年連続ミス、日本受賞に輝いた。私の元気で、日本中に光を届けて、明るくしたいと力強く、抱負を語り、将来は、 世界で活躍できるファッションモデルを目指している。と話す。2012年度ミス日本コンテスト前夜祭りでは歴代のミス日本が選ぶ特別賞ザ・ブリリアント賞を受賞しグランプリ賞とのダブル受賞となった。前夜祭り、本戦ともに前年に姉、年江が受賞したのでそれに続きたいと年江を目標としていた。2012年 世界アルティメットガッツ選手権大会の PR 大使に就任した。ミス日本の人気終了後は、年へと共にシンガポールに移住。2014年7月からパリコレクションなどに出演中。ありがとうございます。